けど、ダンスと、まあ、ダンスの振り付けと指導と、あと自分がちょっと踊ったりとかしながら、もう一つは東京を拠点としているダンスグループのゼロっていうのを、まあ、主催をしていまして、この二つでずっとやってますね。16歳まで、だから中学校まではずっと野球をやってたんですけど、もうなんかそのちょっとスポコンっていうのに結構まあ参ってしまって、ちょっと違うことやりたかったな、なりたいなって言った時なんですけど、姉が先にダンスってものを始めていて、みるみる体が変わっていくんですよ、姉の。で、足とかこう上げ始めて、なんかまあ田舎の方だったんですけど、こう上の襖に足がこうついたりとか、なんか壁で180度的なことをやってて、なんかすごい変わっていくのに、まあかっこいいなと思って、なんかその変化、まあですね、柔らかさっていうよりは。それで自分もちょっと姉に相談して、そういうのってできるのかなって言ったら、まあちょっと紹介してもらえたっていう、現代舞踊協会っていうところに所属してるような先生だったんですね。まあ、姉はあの高校のダンス部からその先生に、コーチに来てた人からそっちの流れを組んだんですけど、まあそれは一回あの姉に誘われてその舞台を見に行ったんですけど、それは結構なんですかね、割と表現メインな暗い世界だったんですよ。で、なんかちょっと気持ち悪いなと思って、あの、お姉ちゃんに相談したときに、お姉ちゃんがやってるやつじゃないやつがいいんだけどって相談して、あの、ジャズダンスの先生がいるっていうので、でジャズダンスの先生は、あの、歌手の後ろとかでこう、まあ、踊ってる踊り子さんだったんですけど、そっちはどうって言われて、なんかそっちの方がまだ、あの、かっこよさそうだっていうか、まあ、ずっと野球をやってたのでね、なんかもうわけもなくチャラチャラしたかったので、じゃあそっちでっていうのが、まあきっかけで、ジャズダンスをスタートしましたね。ジャズダンスは別にあの、やめたつもりはないので今でもやってるんですけど、あの、紹介してくれた先生がやっぱすごくこう、まあ、現場慣れしてるというか、まあ本当に実際に歌手の後ろでバックダンサーとして現役で踊ってるような方だったので、まあまずすぐクラシック必要だからって言って言われて、半年後には、もうバレエも始めてました。あ、そうですね。で、ずっともういろんなものが並行して、で、言ったらあれなんですよね。あの、僕の先生はもう古いというか結構年代の上方だったので、その頃は養成所っていうのがあったらしいんですよ。まあ芸能人の養成所っていうか、あの、まあ歌手の後ろで働く。いわゆる電気がピカピカする電飾っていうのに移り変わる前で、歌手が歌う、イコール絶対後ろにバックダンサーいるっていう時代があったんですけど、その時代の方なので、もう養成所があって、養成所だとバレエとか日舞とか演技とかいろいろ全部習うらしいんですよ。なので、まあ僕がなんかもっとやりたいんだっていうふうに言ったら、まあいろんな先生を紹介してくれるわけです。いろんな先生のところに行きましたね。新潟のあのプロフェッショナルダンスチームが全部、まあ日本に唯一一個あるんですけど、トップがヨーロッパから、帰ってきて、ヨーロッパナイズされたダンスカンパニーを、まあ、作りたいということで、日本にはないんですよ、実は。給料制でやってるようなところって。で、しかも、お金の出どころというか、運営資金を公的に税金でやるっていうのをうまく、針の穴が通って、バンっていった企画だったので、で、そこに1年目のオーディションでたまたま受かって、そこはすごい僕のあれですね、唯一の、なんですかね、組織に入団していた時期なので、16で始めて30歳まではまあ東京のこのなんですかね、ジプシー的な感じでわーってやって、で30歳から4年間はそのカンパニーで結構なんですかね、安定した仕事の仕方をさせてもらって、で35歳からまた東京で、もう結構経ちましたね。12年経っちゃったけど、そこからまた再スタートで、まあフリーランスを続けてきたんですけど、3年前に、まあ沖縄へグループワークプロジェクトっていうリサーチみたいなのをメインにした、グループを立ち上げて、で、今年4月から晴れてダンスグループにしようってなって、ゼロっていうふうにしたんですけど、最初の頃はその先生が紹介してくれる、まあ、スタジオに行けるだけ行くっていうの、まあ、高校生だったので、まあ、授業をなるべく首に、なんで、学
校を退学ならないぐらいのもうギリギリを狙って午後からスタジオに行ったりとか、あとはもう卒業してからもうずっとバイトとレッスンで埋め尽くしていくとか、まああとはまあその辺の路上でもなんか復讐のために踊るとか、今でこそあれですよね、あの今の子たちっていうのはこうバレエ学校とかちゃんとした道筋があるので、逆に言ったらプロになるんだったらまあ学校行ってとかっていうの方が主流になったけど、その頃はちょっとよく分かんなかったので、まあひたすら上手くなったら何かになるんだろうなっていうので、道端で自主練するかっていうバイトに行くかって、もうこの3択で、あれですね、うん、一番やっぱり長くやったのはクラシックバレエなんですよ、修行としては、うん、なのでクラシックバレエっていうのは床にすごくこう重要にな性があるので、あんましもうダンススタジオ以外ではレッスンできないんですけど、まあ滑り具合とか、あの、ま、回る時のターンの具合とか、あとは膝悪くしちゃったりとか、ね、アスファルトの上とかちょっとあれだし、でもまあそうも言ってられないから別にやろうかみたいな、お金があんまなかったのでレッスンも結構高いんですよ、バイト代はもう家賃とレッスン感じですね、はい、もうひたすらまあレッスンですね、もうレッスン、まあ、ようやくちょいちょい怪我をしてしまって、あの、まあ、僕すごく背が小さくて、体がまあ小柄なんですね。で、クラシックバレエの世界に行くと、女性をこうガッて持ち上げるリフトとかがあって、それで背中とか腰とか軒並みやられちゃうみたいですかね。マッサージとか治療とか、その、トレーナーみたいな人が、まあ、お金もなかったんでそんなに行けなかったんですけど、行ったことを、まあ、反復で練習するみたいな。なので重量上げのこういうジャークっていうのがあるんですけど、最短距離で行く練習とか、でそれはなんか力じゃなくてフォームなんですよ、なんかその行き方とタイミングみたいなのを練習したりとか、なのでバイトしながら、まあちょっとなんだろう、まあ、タップ流すときはタップの練習したりとか、なんかいかにテーブル拭くのにこうなんかこうちょっと 最短でできるかとか、あの時間だけじゃなくてその体の動きのロスでも、それがダンサーになるにあたってかどうかっていうかはちょっと分かんないけど、今はすごくリンクしてますけどね。うん、じゃあ自分で生活の中で意識してたことっていうことなんですね、自分の体で。多分おそらくそういうことだとは思いますね。なんかあのこうするとこうなるとか、まあ多分それ僕ルーツだと思うんですけど、こうするとこうなるとか、これがうまくいくとかっていう、あのやり方の習得みたいな、コツのつかみ方みたいなのが多分すごく好きなので。ダンスない生活っていうのがちょっと想像ができなくてですね。ダンスなかったらどういう生活なのかな。まあ今ちょうどね、なんかこう、いろいろ映像とかにこう、スタジオ行ってみんなとわーって踊れないので、ひたすら過去の資料の映像資料をこう整理したりとか、新しく映像作品作ったりとかもしてるので、まあ、それなりに仕事して、それなりに暮らしてたのかなとか、大学に行かなかったんですよ。やっぱりその修行が忙しかったので、親の反対を結構振り切って、まあ、大学に行かなかったんですけど、結構進学校には行っていて、なので、もしダンスに出会わなかったとしたら、普通に多分、サラリーマンやってたような気もします。今の全一般的に毎日ダンスしている、ダンスという仕事がある生活ですかね。他に何もしてないってことです。ダンス、あのイベント自体ができないから、うん、もう止まってるということですもんね。そうですね。だからそうなんですよ。だからイベントとか公演の開催が中心にはなっているんですけど、ある意味そのやってる、やらなきゃいけないことは全然終わらなく、なくならなくて、なので毎日忙しくしてるけど。っていう感じです。だからね、未だダンスのない生活っていうのはまだわからないですね。うん、まあ、すごく簡単に言うと、まあ、体を感じるでもうそれで以上なんですけど、体を感じる。まあ、言葉ではすごい簡単ですけど、あのポカーンってしますよね。なのでちょっと難しくなっちゃうかもしれないけど、まあ、自分の体っていうものを使って体の中に起こっていることと、体の外に起こっていることとかを、まあ、感じる、まあ、測るんですよね。よく言う言葉では。
例えば、まあ、五感を使ってとか、外の空気を嗅ぐとか、耳で音が何聞こえるかとか、目に何が見えてるかとか、どこまで見えてるかとかっていうことをこう測ったりとかする。外に関してはですね。で、中に関しては、まあ、身体感覚って五感以上の、五感以上ではないですね。五感と並んで、例えば胃が重いとか、ちょっと背中が硬いとか、まあ、それは実は外にもあって、なんかちょっとこの辺は雰囲気悪いとか、こう気配を感じたりとか、そういうことを五感じゃないところでも何かを感じることを、まあ、身体感覚って言ったりするんですけど、まあ、五感を含めるっていう先生もいて、五感以外のっていう先生もいるんですけど、まあ、身体感覚っていうのをどう感じているかっていうのを、まあ、中と外でこう探していくんですよ。で、そうすると、まあ、なんていうんですかね、外と中の境界線みたいなところに自分の輪郭みたいなのが見えてきて、で、それがくっきり輪、こっからここっていうふうになるときもあるし、それがすごく曖昧になって、中も外もよくわからないっていうか、一体化してくることもあったりとかして、なんかそういうときにすごく、ああ、踊ってるなーって、僕はそういう、踊るっていう言葉を、まあそういうところに持っていくっていうのが一番好きかなと思いますね。なのでさっき言ったんですけど、そのコツとかあるじゃないですか。こういうふうにやるとこれやりやすい、ああやりやすいとかって自分の体の動きだけじゃなくて、その対象になっている、例えば地面をどういうふうに蹴ったらいいかとか、で結局は重力との問題があったりとか、重さとの関係があったりとか、あとは室内なのか、室外なのかって、があったりとかして、ここだったらこうやった方がいいなみたいな、雨が降ってきたらこうやった方がいいなとか、うかつにあと滑って転ぶなとか、そういう状況と自分の体の中のことをうまく合わせて、なんか結果を作って見ていくみたいな時に、あ、踊ってるって思うんですけど、身を守るもそうですし、なのでこう怖がるのと攻めるのと結構一緒ですよね。まあ、体をすごく感じようとすると、まあ、恐怖とかももちろん感じるわけですよね。思いっきりわーってやりたいんだけど、思いっきりわーってやったら多分あそこパチンって言うだろうなとか、まあ、年も取ってきたので、なんかそれも、やっぱその、やるべきかやらないべきかっていうのもすごくゲーム感覚っていうか、ジャッジされるわけですよ。で、やっぱやりたいって思うのは気持ちなので、気持ち優先で踊っていくと結構なんていうんですかね、まあ一人よがりになるというか、お前そこだけで中だけで盛り上がってるけど外には全然現れてないよとか、体硬くなっちゃったねとか、なんかそういうのとかもあるし、なのでそのやるか力入れるか入れないか抜くか、まあ保つかとかっていうのとかもなんかすごく楽しいし。なんか、僕はやったことないか分かんないですけど、サーフィンとかひたすらやってる人とかって、もう、なんかすごくこう波を感じて、自然と一体化できた瞬間にこう、多分ゴーッと行くわけですよね。なんか、その、いい波来たみたいなところなのかなとは思います。調子いい時とか。それで、はい、その年齢のことをさっきおっしゃってましたけど、年を取ると、体の感じ方とか変わってくるじゃないですか。はい、うん、で、その感じ方に対する自分の反応っていうのはどうしてるんですか？前みたいにこう自由に動けないなとか思った時にこう制御しますよね、やっぱり多分。で、その辺はどういうふうにコントロールしてるんでしょう？あ、メンタル的にいいですかね。なんかメンタル的というか、動いてる時にこのダンスを前ならこれもう思いっきりできたけど、これをやると自分の体が多分うまくいかないだろうなと思った時に、それをこうどうかわすんでしょう、やっぱやり方やり方で何がしたかったんだろうみたいな、なので正直うまくはなっていくんですよね。なんか精度が高くなっていくっていうか、で筋力出力は落ちていくわけですよね。なんかやっぱりそこの中で、やっぱりその、趣味も変わる、ますよね。なんか食べ物と一緒に、なんか、まあ焼肉だったらカルビ好きだったけど、もうロースでいいや、みたいな部分とか、
ただまあ憧れる時はありますけどね、高く飛んでぐるぐる回りたいとかってのありますけど、まあなんかもうそれやっちゃうと、たとえ飛べてももう着地でバキってなるかなとか、そしたら、今日、今はいいけど、何日か踊れなくなるかなとか、そういうわびさびみたいなのを感じるようになって。なので、準備がすごく長くなりますよね。準備が長くなるし、その準備も見せたいと思うか、準備が一番綺麗みたいな。なんか、それは趣味で。まあもちろんすごい若い時の生き生きした感じの柔らかい筋肉。でも筋肉の状態もそんなに悪くなってないので、まあ。と思うんですね。あ、それはすごいありますね。なんか、なので、正直今47になるんですけど、まあ自分自身が他の人の振り付けが出てる時っていうのは、なかなかやっぱ言ってきたものに対して、それはできません、キャンセルですっていうふうにあんま言いづらいので、その頃は必死でやってたんですけど、もうだんだんそういうものがなくなってきて、もう自分自身で踊るものは自分自身で振り付けることが多くなったりとか、で、僕も人に対して振り付けるときは、もちろんその人の体になってなんか振り付けるとか、まあ一律みんなこの動きやってくださいとか、その、もう状況によって振り付けっていうのはもうパターンというか、その指示の仕方がどんどん変わっていくっていうのを最近感じます。なので、はい。で、やってみせなくてもいいんですよ、別に振り付けって。やってみせなきゃいけないっていうふうに、ね、まあ、なっちゃうと、すごく、再現性を持って、まあ、言ったことが何度も同じように起こるみたいなもので、その人と探せるものっていうのがすごく少なくなっちゃうので、なので、どうしたらそれがもう一回って、とりあえずこう、作品の中にこう、組み込めるような再現性のある動きになるかっていうのさえ分かってしまえば、分かれば、自分が例えば思いっきり飛ばなくても、若い肉体を持った人だったら思いっきり飛ぶだろうし、そうなるべくする台本、体の対してのストーリーを作ってあげる。まあ、自分にしかできないなっていう動きはやっぱりできるだけお手本を見せるようにはしようとは思いますけどね。振り付けの他に自分のメソッドっていうのをちょっともう開発して持ってて、ポイントワークっていうんですけど、まあその40箇所をちょっと限定して、まあ40箇所でもちょっと多いっちゃ多いんですけど、でそのポイントを動かしてもらって、指示書みたいな、その動きに対する指示書みたいなのを作るっていう振り付け感の仕方もしているので、体が伸ばせれば伸ばせた分だけその負荷はたくさんかかるし、その方向と力の入れ方みたいなものとかでやるので、そうするとまあ出力ある人はもっとやりたいって思うし、なくてもできるっていうような風に、まあ、なるっていうか、そういうまあクラシックバレーって意外とそうなんですけどね、それのオリジナルのメソッドを、まあグループでは特に練習しているので、もっとやりたければもっとやる。で、もっとやられたくなければ、まあそれでもいい、できる。まあ振りとしては OK。本人さえそれが良ければもうそれでいいんですっていう部分の、まあジャッジの仕方ができる。逆に言ったらもうすごいこう、なんだろう、外側でなんか、この形だけを合わせるために、ね、なんかその、ゴリゴリスポーツ根性的な感じでやるダンスもやってきたんですよ、正直。でもそれって野球で僕がもうスポコンいいやって思ってやってたやつだったので、なんかどこかでそれを、まあさっき言ったみたいにこう、外と中をこ うまく合わせるってなると、まあ精神と肉体って言い方もできて、やっぱ自分の好きなのは、まあその、本当に起こるべくしてその人に起きてるような動きとか、自然との調和とか、もちろんその中にはこう凶暴性とか恐怖とかもあるけど、でもやっぱり基本的にはその人が、その人の体をうまくこう使ってるなっていうのがやっぱ素敵だなと思うので、ちょっとスピリチュアルですけど、なんか